俺勉強熱心だからこの前ゴルフの、あのショート見てたの、ショート動画、うん、そしたらマキロイのスイングが映ってて、うん、日本のレッスンが間違えてるっていう。平井博明のワンナップゴルフ。マキロイがめっちゃ手首返してるって、うん、はい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 、打ってるから、うん、やっぱり返すんだよ、だから日本のレッスンは間違えてんだよっていうショートがあったり、うん、ジャンボさんが片方の右手だけで素振りしてんのかって、うん、ラケット振るみたいに8の字書いてるやつがあったのね、うん、でこれがなんか理想のスイングだみたいなショートがあったんだけど、うん、それにコメントしてる人がいて、うん、これをやって得するアマチュアがいるのって書いてる人だろ、うんうんうん、ほらなかなかお分かりになってるなって俺思ってね、うん、その2つを見て、うん、なんか世の中捨てたもんじゃねえなと思ってさ、うん、だから一個思ったのが、うん、薄々ね、みんな気づいてんじゃないかなと思って。いや気づいてる人多いと思うよ。多いかな、うん、YouTube に溢れてる理論の動画とかやり方の動画が、うん、実は難しくてできないっていうのに、うん、みんななんかそろそろ気づき始めてきたかなと思って、うん、俺もそれはそう思うけどね。続かないでしょ、続けないでしょ。俺同じこと30年やってんだよあ、そっか、うん、そっか。だって取り入れてる理論何年やったことありますって。あ、確かにそう言われたことないわ、うん、そう、簡単だから30年続くわけよ。言ってる回数はだって多分アマチュアの人よりは多かったはずよ、球数もそれはそう、そう、それが30年続くんだよ。簡単かド M かどっちかでしょね、そうだね、うん、ちょっとその後者のあれは捨てきれないけどあ、違う、簡単だから知ってるからありがとうございますいや本当そうよ、うん、そうだね、考えなくてもいいし、うんうん、そうシンプルだからね、うん、そう、それで複雑じゃないし、うん、そうか、確かにずっと何年もじゃあそれやり続けたんですかってことか、うん、2、3年やって、うん、まあ長くてね、うん、2、3年やってやっぱダメでしたって。いや2、3年でしょって。あ、そう、そんな感じ、うん、2、3年じゃダメ。2、3年っつったらまだ全然、だってそう、生まれたて、全然それが最新の流行りの理論だったら 2,3 年やる必要ないの、危ないから。あ、うん、もっと短期間で見切りつけた方がいいし、この先本当にやるかやめるか10分ぐらいで分かるっつったじゃない前動画で、うん、分かる、やっぱり分かると思うな。もう全然ダメだってなる、うん、できねえと思う。その判断ができた方がいい。あ、本当にコースで一球のチャンスでそれできるって。あ、 その基準ね。あ、うん、そう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 、だから新しいものを取り入れる時って本当にそうやって自分にこう問いながらちゃんと見極めて選んでった方がいいよね、うん、でもみんな8の字書いてるけど、うん、そっちの人たちまあ最近多いよね、多い8の字だ。別にいいんだよ、俺なんてめっちゃくちゃループしてたからね。え、そうなの？俺中学校のスイングあるかな。いや、それはあれじゃん、重いクラブ使ってたからじゃん。草壁さんが、うん、草壁プロが、うん、師匠がループだからね。あ、そうなんだ。そうよ、草壁さんは、うん、こうやって打つから。へえ。こうやって、へえ、そうなんだ。それを見て、あ、そっかそっかそっか、見て真似ろで育ったからね。そうだよね、そう、そういう時代だよね。だからそれを見て真似ちゃったの。そうだから、うん、俺多分中2中3のスイングって、うん、こういうスイングだよ。へえ、あ、そうなんだ、うん、もう師匠はそうループだから。でプロになって、うん、高橋辰彦プロに教わったっていうか、まあいろいろスイングのことはほとんどちょこっとしたアドバイスだったけど、うんうん、まあ、マネジメントだったり、そういうことは相当教わったけど、中学、小学校、中学校は草壁正治プロ、うん、草壁さんはもうこうやってですから。でもレギュラーツアー17勝とかしてるからね。そうだよね、うん、サントリーオープンも2回勝ってるし、うん、だからね、あそこにいる、あそこに、そうそうそう、すぐそこ、そう、8の字を書く理論としては知らない、全くそんな小学生だったから分かんない。あの草壁プロはこうやってあげてこうやって打ってるんだ
からこうやってあげてこうやって打つもんだっていう、うん、それだけ。それでジェフに右ポケットにこうやって、ああ、そう、入っちゃって、そう、こうやってなってズボン切れてねえかって言われてたんです、言われてた毎回。そうそうそう、そういうこと。あ、だからあれだった、そう、お前なんて、そう、なんてお前はドローを打ってんだって、本当にこうやって打ってって右のパームツリーにお前本当当たるぞって言われたんだもうヤシの木に、うん、そう、めっちゃフッカーだったから。あ、そうなんだ、うん、アメリカ人が黙ったんだワオが言えないんだから。言えないの、あ、もう呆れて、呆れて、それで初めて出たミニツアー優勝しちゃったんだからもう一緒に回ってたアメリカ人もコーチのジェフも何も言えなかったから、後ろ向いて笑ってたから、肩だけ動いてんだから、こうやって , 笑ってるからね、そうヒロどうしたみたいな、いや優勝したって言ったらそう、分かった、優勝したから、うん、じゃあお前フェードを練習しろ、そっからだから。そうそうそう、いやきつかったけどね、こっからこう、これにやる真逆だからね。そう、今まではこうだったけど、これをこう、こうしなきゃいけなかったからね。実はそういうなんかね、経験もされてきてるんですよね、今までだからなんか、なんていうのね、初めからこんな綺麗なスイングじゃなかったってことよね。そう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 、で、しかもフェードを打つっていうのも、うん、フェードを打てだけだから、ジェフ？そう、だフェードを打つのにはどうしたらいいかを考えるでしょ。そう、何も教えてねえじゃん。そう、お前フェード打てよヒロフェード打て、それだ、フェード打つってさ、うん、こっちから打ったらフェードは打てないでしょ。そう、そういうとこから始まったの、考えんだ。そう、16歳17歳でね、一、うん、人でアメリカ行ってね、一、うん、人で考えるんですよ。そう、でも距離落としちゃいけないじゃん。そうだね、そう、だから削いじゃいけないじゃん、こうやって、うんうんうん、そう、捕まえなきゃいけない、捕まえながらフェード打つ、ね、そう、そうやって自分の感覚でやるから崩れないの。映像でやったら簡単に崩れるから。そうだね、なんでこんな話になったんだっけ世の中が気づき始めたって話からどうして。そう、ね、その前にもう一個あったよく迷子になるからこれいいよ、思い出さなくていいか、いいいいいい、待って、ここまで来てる、よく言うでしょ、ここまで来てるってここまで来てんだよ。トールくんがこっち来て、こっち来て、そっから、そう、トールくんこっち来て、今動画を見られてる方は巻き戻しできるけど俺らは今巻き戻しできないんだよね。できないできないよね。マキロイ、マキロイだよ。そう、マキロイが手返してるって話。そうだ、そう、そう、返してる。してる、してる、別に何動画、これ何の動画、これめっちゃつまんない動画だ。ちょっと、いやいや、意味あるよ、意味ある、うん、結局のところ、うん、あ、違う、簡単なことだから30年続けてた話だ。そうだ、そのトール君が見たマキロイの動画っていうのは、うん、その手首をこうやって返してたっていうじゃない、うん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 、で俺に送ってくれたやつだよね。そう、そう、そう、あれは多分、うん、こうやって打てって言われるじゃない。あ、そう、でもマキロイはこうやってやってるじゃない、うんうんうん、そう、だから世界トッププレイヤーがこうやってるんですよって、ね、うん、でも日本人のレッスンプロはこうやってやれって言うんですっていう動画だったじゃない、うんうんうん、そう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 、そう、そうですよね。そう、マキロイと平井はもう同レベルだから、うん、俺の中でマキライだから変わっちゃうな、マキライかヒロイかどっちかひと言だけ言っていい、うんうん、マキロイファンの皆様ごめんなさい本当だね、本当申し訳ない、本当だ、 今ので多分もう1000人ぐらい減ったかもしれない、間違いないです、本当、うん、申し訳ないです、うん、ただあのマキロイ大好きです、だから個人的に笹生選手も好きだし、自分の毎回同じことになるんだけど自分の意図した球を打ちたければどんな動きでもやりますってことよね、うん、ミスにつながらない、要は再現性が一番高いもので自分が動きやすくてとかいろいろつなげていくと、多分自分の一番動きやすい動きになってくるはずなんだよね、
八の字が一番再現性高いからループしたでしょ。もう疲れちゃう。疲れちゃうもう。俺のこういう。そうなの。そうなの。怒られる視聴者です。あの登録そろそろちゃちゃ入れないでもらっていいって。いや、それ大好きなラッパーの方いっぱいいるから。本当。うん、そういう分かってる。最近登録君のコメント多いんだよね。本当ですか。ありがとうございます。うん、もう焼きもち焼いちゃう。そうだからあの本当に動きとしてやっぱり自分の感覚が一番正しくて自分が動きたい動きをぜひやっていただければと思いますので、すごくためになる無料級の動画でございました。これはそうだね。そうだよね。これは全然無料級。もう登録君そこそこタイトル決まってるよね多分ね、うん、なんで気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンのよろしくお願いいたします。インスタグラムとですね、オンラインサロンをですねやってますので、ぜひご興味ある方登録いただければと思います。最後までご視聴ありがとうございました。この度ワンナップゴルフのオンラインサロン始めました。セクシーショットありのマル秘映像ばっかりでございますので、ぜひ興味ある方は入会していただいてですね、知ってるあれっていうネタをですねコンペとかで言っていただければと思いますので、ぜひご入会よろしくお願いします。